おはようございます。そしてこんばんは、速稼塾の久保でございます。今日もね、お得な情報をお届けしていこうかと思います。今日はね、なんとね、これですよ。 73% オフのお話でございます。 73% オフで日用品を買えるバーコード決済プラスウェルカツのお話でございます。ぜひお楽しみください。それでは画面切り替えてご覧いただきます。どうぞ。はい、お話したように 73% オフで日用品を買えるバーコード決済×ウェルカツの合わせ技なんですけども、まあね、日々の生活で欠かせない日用品ですけども、なるべく安くしたいですよね。そんな日用品を激安で買えるなら、まさにまとめ買いもはかどるというものでございます。今回はですね、生活に欠かせない日用品を 73% オフで買えるバーコード決済とウェルカツの合わせ技を皆様にご提供いたします。もう繰り返し言って、そろそろ本題に入れっていうことですね。はい、本題に入ります。利用するのはこれです。 PayPay ですよね。 PayPay で行われてます顔商品の購入で 40% 戻ってくるキャンペーンっていうのがあります。こちらの方リンクを動画概要欄に貼っておきますけども、こちらと毎月20日になりますけども、20日に T ポイントで 1.5 倍の買い物ができる通称ウェルカツです。ウェルカツの方も URL を貼っておきますね。で、今回の PayPay キャンペーン 40% 還元と非常にお得なものなんですけども、ウェルカツを組み合わせることでさらにお得になるっていうのは何回もお話した通りです。顔商品の購入で 40% 戻ってくるキャンペーンは、1000円以上の商品購入を PayPay 利用で支払うことが条件なんですが、実際の支払う金額は問わないということなんですよ。そのため1円でも PayPay で支払うと対象になります。これ意味わかりますか？現金でいくら払ってもいいんですよ。 PayPay で1円でも払ってればいいってことなんですよ。例えば9月20日に顔製品を2500円分レジに持って行って、T ポイントで1666ポイントね、1.5 倍の買い物ができるから、これが2499円分になりますを払って、プラス PayPay で 1円ですね、1円分支払うと。これを2回繰り返すと2000円相当が上限なんですけども、これが還元されるわけですよ。で、つまり5000円分の買い物を3334円の支払いで済ませて、さらに PayPay で2000円分が還元されるので、実質1334円で買えることになるということですよね。これで 70% オフです。ちょっとややこしくてめんどくさいなと思った方もぜひね、一回やってみてください。この手順を覚えると、いつもこれを使うことで 73% オフがね、続くわけですからね。こんなに得な話じゃないと思いますよ。それでは本日は以上です。ぜひご活用ください。